どうも、赤金ミュージアム探検隊の隊長山本清文です。このコーナーではキーワードをもとに赤金ミュージアムの魅力を発見していこうというコーナーでございます。さて、今回は赤金ミュージアム内にあります CU カフェにやってきました。集う高なるがコンセプトの CU カフェ、ランチ、ドリンク、デザートなどはもちろん、季節ごとに変わるメニューや赤金ミュージアムで行われるイベントとのコラボメニューなど豊富に揃っています。今回のゲストは CU カフェの店長白川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは。お願いします。今回のキーワードは何でしょうか。この夏おすすめのメニュー、うん、じゃん。もうあるじゃないですか。はい、あら、こちらでございます。はー、美味しそう。これはどういったメニューなんでしょうか。そうですね、夏バテ防止にビタミンを取ってもらいたくて、うん、今回は冷しゃぶに仕上げております。お野菜もたっぷりですので、ぜひお召し上がりください。お豚肉、そうですね、大きいですね。そう、うちの、メニューはボリュームが売りなので。あ、はい、そうですか。家で出てくるあの豚肉は、あの薄いちっちゃいやつなんです。これ美味しそうですね。はい、で下にサラダがあるんですか。はい、サラダですね。はで、これは何ですか。ごまだれ。ごまだれで、はい、お好みで。美味しそう。おかけになってみましょう。あら、結構しっかりしてるんですね、これね。しっかりめですね。ごまがたっぷり入っておりますので。うわ、見てこれ、大きい。ほら、大きい。うわ、これじゃ野菜と一緒に行った方がいいんですか。そうですね、はい。ご飯に合う味付けで。いただきます。冷しゃぶ。うまい。めっちゃ爽やかですね。ありがとうございます。あ、豚肉が分厚くて、ごまだれもこれしっかりしてる、濃厚や。はい、ご飯になります。このごまだれどうやって作ってるんですか。秘密ですね。いや、ただ本当にごまがたっぷり入っているので、うん、はい、夏の疲労にはいくかと思います。味噌とか入ってます。はい、お味噌、お味噌が入ってる、はい、だからご飯に合うんだ。そうなんです。まあ、赤金ミュージアムはね、老若男女いろんな方が来られますからね。はい、ね、はい、ああ、これはどなたでも美味しくいただけると思いますよ。うん、はい、はい、ではデザートをどうぞ。あら、デザートまでいいんですか。そうなんです、ぜひ召し上がっていただくて。 CU カフェといえば白芋ソフトですよね。そうなんです、白芋ソフト。これ白芋ソフト。はい、上は白芋ソフトなんですが、うんうん、先ほど言いました愛媛さんさん物語のコラボで、うん、大島の白芋を使ったプリンも下の層に作りました。白芋のソフトクリームの下が白芋のプリン、プリンなんです。でこの間は、はい、わらび餅と白玉、黒蜜のソースが全部下からね。はい、できれば下から、うわうわうわ、いただくと、あ、しっかりとした弾力のプリンが、はい、すごいねこれ。あー、お団子も一緒に取れた。はい、いただきます。おいしい。女の子は好きだと思いますね。あ、ほんとだ、白芋のソフトクリームとは違う白芋感がプリンにはありますね。はい、うわ、え、これわらび餅も入ってますね。はい、わらび餅も入ってます。たまりませんよこれは。うん、美味しい。はい、7月限定の予定だったんですが好評なので引き続き8月も、はい、お出しすることにしました。止まらん、美味しい。やっぱりさつまいもとはちょっと違う白芋の風味がありますよね。ねっとりした感じが、ね、はい、うん、これは芋けんぴ。はい、そちらはですねちょっと白芋ではないんですが、うん、食感の違いで。なるほど、はい、お芋満載のパフェですね。おいしい、これ。ありがとうございます。今ね、あの白芋の展示もしてますしね。はい、おいしいお芋店とも、うん、そうだ、コラボさせていただきました。愛媛さんさん物語のコラボメニュー白芋パフェ、ぜひ食べてみてください。白川さん、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。全部いただきます。よろしくお願いします。